アリサ、もういい加減にしろよ。何がですの、旦那様。おめえには俺なんかよりもっといい相手がいるだろうが。まだ受戦況に落ちた方がいらっしゃるのですか。そうじゃなくて、別に受戦況にこだわらなくったっていいじゃねえか。いいえ、私が普通の殿方とお付き合いできるわけありません。もう私にはランマ様しか。そんなことないわ。変身したって別にいいじゃない。そんなことでくよくよしてたら一生幸せになれないわよ。あなたには私の苦しみがわからないんだわ。俺だって私にもお前の苦しみわからないね。なんでそこまでこだわっているか。でも、でもじゃね。でもやない。うちはダンちゃんが変身することなんて何も気にしてへんで。わかったか、アリサ。はい。でも、まだ分かってねえな。おめえのすぐ近くにいるやつをよく見てみろよ。え？カクトは私のことなんて。本人に聞いてみたのか。おい、おめえもなんとか言えよ。大体おめえがもっとはっきりしてりゃ俺たちはな。なんま。なんだよ、あかね。どなったってしょうがないでしょ。だってよ。一体どうなってるんだ。おめえみてえな鈍いやつには説明しても無駄だぜ。なんだと。ああ、つまんない結果になっちゃった。サビキってね。アカネ、ランマ君にお礼言っとくのよ。あんたを助けに来てくれたんだから。え？じゃあ、私は先に帰るからね。おい、待てよ。何考えてんだあいつは。俺たちも帰るか。ランマ。ん？どうして助けてくれたの？俺がいつお前を助けたんだよ。私がお姉ちゃんに捕まってた時。あれは、そうだ。お前があそこにいたわけ聞いてなかったぞ。そんなことどうだっていいでしょ。よくねえよ。おめえのせいで話がややこしくなったんじゃねえか。何よ、私のせいだっていうの。当たり前だ。もう知らない。おい、あかね。何よ。見ろよ。綺麗。あ、
あの二人大丈夫かしら。さあな。さあ帰りましょう。お父さんたちきっと心配してるわ。な。一つの流れ星、こんなにこんなに近くにいたのに、なぜ気づかずにいたのだろう。忘れない君と僕の夢を話した、していただろう。また一つの涙が忘れない、叶える。きっと叶える。